はい、どうもリアルバッキョーです。さて、いよいよね、大会前日の朝となりました。そしてね、今日から福岡に移動なんですけど、その前にね、朝一のコンディションを見ていきましょう。こんな感じですね。まずはフロント、いや、かなりね、絞れてますと思います。フロントポーズ、そして胸にもね、ストリエーションがしっかりと走ってます。で、バックポーズ、自分では見えないけどね。どうかな、かなりいい感じになってたらいいな。まあ、こんな感じでね、明日までさらに炭水化物を入れていい感じに仕上げていきます。はい、朝一でまず肉をね、焼いていきます。ステーキですね、これ 350g かな。はい、ということで、大会前日の朝食はこちらです。なんとね、ガーリックチャーハンとさらに牛肉 50g くらいですね。まあ、牛肉は少ないんですけど、エバラ焼肉のタレをかけてます。これをね、食べていきます。いや、ついにね、味のあるもの、ちょっと塩もね、昨日からややカット気味だったんで、味のしっかりついたものを食べれますよ。これは楽しみだな。いただきます。いやー、ちょっとチャーハンとかいつぶりよ。では食べます。うん、倒れるわ。いや、うまっ。あと焼肉のタレをかけた牛肉、最高。やば。こんな感じで今日からハイカロリーを入れていって、さらに筋肉を張らせていきます。うん、張ってきたね。はい、こんな感じで今日持っていく弁当の準備が終了しました。まあ、これを小分けにしてね、こうやって食べていって、そしてむくまずに体を張らせる感じです。はい、諫早駅にやってきました。これよりですね、新幹線で福岡まで行きます。では行きましょう。そしてね、これは今日の3食目です。また牛肉とチャーハンですね、変わらず。これを食べて、そしたら体がどんどん張っていくはず。うん、福岡に到着しました。そしてね、これからね、結構今日はやることが多いんで、まだちょっと移動していきたいと思います。それでは、はい、次はですね、僕の絞りをより加速させる最終仕上げをする最終兵器、これをちょっと受けに行きたいと思います。それでは行きます。電子レンジと同じ原子をね、震わせて、うん、熱を出して、で、筋肉中の水分を飛ばして、うん、カットをより深くしてくれる。施術がだいたい2時間近くかな、終了しました。こんな感じです。わー、かなりいいんじゃない。どうかな、腹筋とかバキバキになってる。おー、すごい、いい感じですかね。はい、そしてね、ハイパーナイフに続いては今度はね、ラストの仕上げです。結構もう疲れてしまってるんですけど、最後カラーリングですね。カラーリングでしっかりとね、まあ、色を塗って、そして体の陰影を出していきたいと思います。では、どうですか黒くなりました。明日もう一回上から結構とか塗りますよね。これで、ね、より明日はですね、さらに仕上がった形をお見せできると思うので、楽しみにしてください。はい、やっとね、ホテルに着きました。まあ、ホテルというかね、ここはね、アパートみたいなね、感じなんですけど、ちょっとね、いつものルームツアーをやっていきましょう。では、まずね、玄関から入ったらこんな感じで、
最初にトイレがあって、おトイレ清潔感あるな、綺麗だな。そしてあとは中に入っていくと、まずはキッチンがあります。ちょっと飲み物ね置いてあるけど、キッチンがあって、あと冷蔵庫があって、電子レンジもあって、いや結構ね住みやすいし、大会の時のね調理ができるからすごくいいですね。で、あとベッドが2つあって、机があるという感じですね、うん。あとちょっとね重要な重要なあのお風呂を見てみましょうか。僕にとって結構重要なポイントですね。やっぱり大会終わったらね、疲れを癒すために風呂に入ってるからですね。あ、でかい、鏡がでかい、ポージングの練習ができる、いいですね。これ結構ポイント高いですよ。あとは風呂はどうかな、うん、まあ結構清潔感あって広いですね、いいですね。よし、これは安心して大会に集中できそうです。はい、ということでもうあとはですね、福岡に入ったので大会に明日臨むだけとなりました。ちなみに今大会はですね、なんと5人ぐらいしか選手はいないらしいんですよ。もう招待選手のみの 5人ぐらいで、ただねレベルがものすごく高いです。あのアマチュアオリンピアという、まあ、世界大会ですね、フィジー語の世界大会、これのチャンピオンで、あとそのアマチュアオリンピア世界大会の入賞者、あとはまあナバっていうね団体のプロ選手、もうこれも世界トップレベルの選手ですね。まあ本当そういう、だからトップレベルの選手しかいない中で、果たして僕がどんだけね戦えるのかという感じですね、うん。でも今回は本当に挑戦ってことで、まあこれ勝っても負けてももういいんですよ。これまでのこの努力した過程っていうのが大事だと思ってるんで、本当にね今回はね限界は努力できましたね。でもねやっぱりできれば3位以内に入ったらね、今回賞金がね、あの3位が5万円、2位が10万円、1位が20万もらえるんですよ。で 3位以内に入って、そして今回ねかなりね本当ねうちのね妻にねものすごいねお世話になって、本当にいろいろね力になってもらったんで、なんかちょっとね、あの賞金を持ち帰りたいなというそういう気持ちですね。本当に感謝でねいっぱいなんで、うん、まああとは明日楽しむと、ステージを楽しむ、全力で楽しむ、思い切り楽しむ、これでいいんじゃないかなと思います。今回の僕の挑戦はそれにて終了ということで、明日ですねこの1年間の集大成をお見せするので、皆さん楽しみにしていてください。多分大会の動画は月曜日の朝7時ぐらいにアップできれば嬉しいなと思っているので、皆さんぜひ楽しみにしていてくださいということで、本日はここまで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、じゃあね、以上です。チャンネル登録をお願いします。いいねもお願いします。他の動画も見てね。バイバイ。バイバイ。